日第5戦富士決勝です、台風の中非常に厳しいレースになりました、関口選手でスタートしたんですが途中ね雨の影響でしょうか、電気系のトラブルかちょっとよくわからないですけれどもエンジンのミスファイアもうずっと回転が上がっていく最中にバババババって、ストレートで260、270、雨でも出ると思うんですけど230、240キロしか出てないような状態だったらしいです。そこから、まあ、我々ね雨が多いコンディションが、得意なんですけど、まあ、安全面の関係上雨が多くなってさ追い上げるとこなるとセーフティーカーが出て、実際ね水の少ない状態で9番手からスタートした関口ですけれども水が少ない状態ですとちょっと厳しくて、ずる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 、順位を落とし雨が降ってきた途端にまた抜き返してセーフティーカーっていう形でしたね。でその中セーフティーカー赤旗中断雨の量で赤旗中断した後にまた再開したわけですけれども、関口選手がマックスまで引っ張ってその状態で僕がスティックタイヤでいけるのかまたそのマックスからまで引っ張って、みんながタイヤ交換をする間にタイヤ交換をせずにそこでまたセーフティーカーが出たり赤が出たら面白い展開になるのかなとかいろいろな、ね、作戦 ABCD を作ったんですけれどもなかなかうまいこといかなかったですね。僕はねスリックタイヤで出ようとしたんですけれども、ピットに入ってくる、関口選手から最終コーナーあたりで雨が降ってきたという形になったので、硬いレインタイヤに変えました、このレインタイヤをレースで使うのは初めてだったんですけどなかなかね乾いてくる路面の中でもグリップが思ったように良、くなく、非常に苦しみました、目の前でですね24号車がスリックでピットアウトして、すぐそれをオーバーテイクして順位を上げたんですけれども、結果僕の、走行中にも雨が降ってきてセーフティーカーですね、その前に24に抜かれたから、スリックの方が良かったかなとか思ってたんですけどその後雨が降り続き、そのままセーフティーカーのままチェッカーを受けました、文句じゃないですけれどもまあ、あの状態でスリックタイヤで走ってる車もいたんで雨が降ってくると危険なのも分かるんですけれどもあのぐらいの量で止められるとちょっと作戦もクソもないのかなみたいなところがあってですねもちろん GTA 並びにレースコントロールは安全を考えて我々の安全を第一に考えてやってくれてるのは分かるんですけれどももう少しちょっと雨がガッと降ってきたから止めるっていうのはもうちょっと待っていただけたらありがたかったかなとは思います。まあ、何はともあれ無事にレースが終えました、厳しいレースが続いてますが、今回の富士は、チームとして、タイヤの面も作戦の面もいろんな面で攻めました、攻めて攻めて攻めましたけど結果11位とポイントも取れずに終わりました。厳しいレースが続きますが、我々は本当に、成績に対して貪欲に、頑張ろうと思ってます、次戦鈴鹿1000キロですか、このレースもまた、厳しいレースになるとは思いますが、少しでも、速く走れるように少しでも上位狙えるように精一杯頑張っていきたいと思いますので、もう少しお待ちいただきたいのと、変わらぬ声援をお願いしたいなと思います。本日、ご来場いただきました無事にご来場いただきました皆様で悪天候にもかかわらず応援いただきまして誠にありがとうございます。体濡れてると思いますが風邪ひかないように、してください。今後の応援よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル11をご覧の皆さんどうもいつもありがとうございます。最新の情報を見るためには下の赤いボタンです。登録ボタンを押してください。最新の情報をあなたにお届けします。どうぞよろしくお願いします。チャンネル11登録してね。チャンネル11登録してね。